晩ご飯どうする今日。お腹空いてよ。うん。みんなママが食べたでしょ。ちょっと待って。ああ。てちゃてちゃ今日晩ご飯まだ決めてないから。お。白身魚だよ。美味しそう。美味しそうなご飯じゃん、出てた。これ何これ白身魚、なんかネギ焼きみたいな。これはこれこんにゃくですね。で、これが、これがなんか汁で柿だ、柿、大根、大根、味噌、味噌、栄養だ。ちょ、下に、下に重さかけじゃない、ギリギリこの紙のクッションがあるからいいけど。てちゃんご飯決めようよ。まずは見えないのかい。ん今紹介したじゃないか。決めるとかじゃないの、私は二択から選ぶの決まったのも、栄養士さんに何日何がいいですかって言われて、じゃあこっちで。え、まあ、でもドクタースポット、それはこれが食べるのがノルマなわけでしょ。これは食べなきゃいけない。じゃあ分かった、これは食べていい。で、他になんか食べちゃいけないものあるの。食べちゃいけないも、食べちゃダメよってのはない。おお。ダメはない。で、外出は外出は良くないんじゃないかな。あ、そうなんだ。外出は、まあなんかダメだよって別に厳密に言われてるわけじゃないけど。確かに、まあ、でも今外出しとったじゃん。まあ、外のちょっと散歩ぐらいだよね。まあでも散歩、どこまでが散歩かどうかっていうのはなんか基準は曖昧だからね。確かに。だからお大事にとだけは念入りに言われてる。お大事にはしなきゃいけない。いや、僕たちはお大事にする君のことでしょ。伊勢さんからそうじゃないか。いつも大事に持ってる。いただきます。ちょちょちょ、ダメダメダメ、ちょちょ、こっち今ご飯番号、こっちまだ今番号決めたのに先に食べたら失礼でしょ。6 まあだから決めるだけ決めよう。病院一緒に、あ、一緒に決める意味ないのか。病室。でもこれにしようよ、じゃあ。んこれにしよう。え、それ僕たちの分もある。それでもこういうのを食べよう、どっかで。どこにみんなは大戸屋とかあるじゃん。晩ご飯おったらほんとね、よくないよ、こういうふざけて飯決めんの。なんで健康的なもんにしな。一緒にコンビニ行った時も、俺これ地になってから健康に気をつけるようになるわって。マジで行ったじゃないか、絶対すぐだな。タバコの健康なんていうメンタル的なやつだよ。好きよ。好きはもうやめるの。じゃあまあそこはまあなんだろう、ダメなものじゃないやん。他でやっぱ気をつけるべきとこは、検診とかマジで行かなきゃダメだなと思った。何を気をつけるの。早期発見やっぱ大事。今日何回言ってんだ。一番伝えたいことだもんね、早期対処、うん、本当に。じゃあもうラーメン屋さんとか行かないですか。いや、それは別に世の中の人みんな食ってるもので、うん、それは別にいいと思いますよ。今この飯を食った後にラーメンに行くとなると話は別ですよ。それはよろしくない。なるほど。先生にやっぱ協力してもらってる身ですので、やっぱり。じゃあそれ食べない方がいいとか今。違う、これは食べなきゃいけないの。先生の意思に背くことは僕としてできません。確かに栄養士さんちょろっと来たけど結構可愛かったしね。そう、実際ファンフェスのステージの上で血吹いても困るからね。そう、マジ治すことが先決ではある、うん、さっき聞いたでしょ、そういうなんか症例というか、油断して退院だっつってバカバカ食うとまた再発っていうか、まあ傷口やらかすかもよっていう。いや本当に皆さんにはモザイクかかっててね、見れなかったかもしれないけど、わーおってぐらい切ってんだよ。本当におお、そんなに切るんだっていうぐらい切ってんだよ。みんなすごい平気で撮ってるからそういうもんかと思うけど、ここ二人は特にね。いや気持ち悪かった。ここね、見れなかった。気持ち悪いなと思った。普通にフル映像送ってあげるよ。いいらない。もう貼ってあったじゃん、スラックに。あれすら見なくて、そんなちゃんと、あ、こういうことかでも終わってますよ。いや、ちゃんとフル尺で送りますんで。あれなんかまだハサミでちょきってきてるから可愛いのよ。なんか一番うわっと思うのは、尻のなんかめちゃめちゃ健康なところをなんか普通のメスでピッて切るとこ、ね、そう、なんか皮を剥がしますんで、ここで言うと、ここにこう入れるみたいな、ピッピッて切って中にあるちっちゃいちっちゃい芋とかをこう。でも人の肉に見えないよね、あれ。うん、もう動物って感じだよね、うん、食用肉にも見えてくぐらいの。うん、ってことで、まあ、まあ今日じゃあみんなでつぶ貝とかを食べに行きますか、ね、それはちょっとマジで食欲ない。見たもん、そこにあるじゃん、つぶ貝。砂肝とかにしようよ。おい、だからそれは食欲ないって、ここに砂肝あるんだよ。ほら、よく見て。ほら、もうさっき見たから俺大丈夫。俺の砂肝。いや、そんな汚くはないから。もう肉に見えるもん、普通に。確かにな、砂肝はさすがに食べれんわ。いやー、鉄矢の肛門が連想されちゃうから。さっきのあの映像の方がね。そうそう。でもね、僕はね、今哲也じゃないけどめちゃめちゃ健康に気遣ってんのよ。へー。もうなんか僕、丼物を食うのやめたのよ。丼物とか、あの、食うのやめたってか、食えなくなっちゃったんじゃないの、どっちかっていうと。ね、あ、でもちゃんとね、僕朝起きて3食食うようになったらちゃんとお腹空くなったのよ ね、 いいね。で、麺とか丼とか楽だから食べがちだったんだけど、それ良くないなと思って、うんうん、ちゃんと定食を食うようにしてんのよ。カップラーメンとか食べてた昔。食べた、カップラーメンっていうか袋ね、袋のやつ食べてた。あー、あれをもう捨てようと思って。それ良くないね、食べないでしょ。食べない。だから僕はね、今日は岡崎のね、なんか真ん中らへんにある有名な和食屋さん、水月に提案したいと思います。ちゃんといい和食屋だな。いいじゃん。
し、普通に羨ましい。てっちゃんもいいじゃん、いい和食だから今日。今腹筋座って普通に羨ましいんだよ、飯の話は。あるね、調子いいか、座って全然、とりあえず全然調子いい。うん、うん、まあまあまあ、何わかんない、すごいねって言ってよ。わかんない、その調子。女子だね、気づいてるからね。話せめたんだけど。まあ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 、いや、それと話違うな。それ年齢ですやん。前のが良かったよ。言っちゃうの、今の可愛いよって。俺はね、すき焼きが食べたい、今。あー、ちげえ。しゃぶしゃぶじゃなくてすき焼きがいい。今すき焼きが食べたい。すき焼きまだ食べてないんだよ、今年。食べてないわ、うん。どこのすき焼き？美味しいとこがあるんだよ。あれじゃない、去年さ、ウム社長捨てずって思ったじゃん。今日すごいな、このあーあー、はい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 、この卵に絡む。いや、そこには今から行かんだろうけど。、うん、あれすごかったじゃん。あれすごかったね。俺なんだろうな、夢丸もあれだからね。もう最近ね、僕と一緒にジム行き始めてね、そんな倍酒飲むからだね。いや本当にね、ジム休む理由がね、飲み会だった時はね、頭湧いてなかった。本当にしょうがない、前から入れてた予定だったから。飲み屋に車置いてっちゃったとかでしょ。そうそうそう、いいでしょ。違うわ、同窓会だ、バカ。なんでバカって言われた。バカやんって。お前バカ、お前ら喧嘩してんの。ちょっと実際気になるところあるな、この状態。来るんですよ、さね、来たら喧嘩してんの。喧嘩。いや、いいいい、ご自愛ください、ご自愛ください、ご自愛、ご自愛、ご自愛ください。イント先生めっちゃ見るから、東海オンエア。あ、そんと、あれ、あれ以来本当にもう、わ、そんな話まで分かるのっていう話をしてくれるから。あっちきの方も知ってたの。じゃあもう結構知ってるよ、いろいろと。ありがたい。バレかねんから、俺はもうバレかねん。おとなしくしないとやばい、ほんとに。そうだな、なんだろうな、何食べたいんだろうな。いった笑かすなって、マジで。今のセーフじゃない。今のセーフ。今日ドンキでいきなり丸がさ、ボッタ出てたら後ろからさ、ほんとカスカスよ、フォン。今当たっちゃったけど、うん、当たってないけど、バンってきてさ、えっと思って、俺が今こうやってったらここがもげてるって話をしたの。反省した。反省した。あれもごめんねと思ったけど、うん、今のうざかったよ。あ、ごめんね。いいよ、簡単。なんだろう、何食べたい。寿司。お寿司。あ、上品なやつね。上品なお寿司。まあ、全部上品なやつした。今日いいな、としみつごめん、ちょっとすいません、サブちゃん の私から提案なんですけど、ちょっとすいません、今3つ当たりが出てるんですよ。え？別にいいんじゃない。みんな普通に行きたいとこ、行きたいとこ自由に行ってる今。ああ、え、てつやはいい、俺いないんだっけ。俺は行かないけど提案だけしよっか、じゃあせっかくだし。いいけど、お前一回その感じで俺ら殺されかけたからさ、本当に忘れてないからね、そういう、その、ああ貸し位置があるからね。その後に俺と芝居が聞こえちゃったの。そうそう、根っこ深。あれはやばい、深い、地より深い。でもあそこにはね、多分お寿司もありますから。うわなるよね、これ今一体全部あるんじゃない。決めは吹き焼きもあるかもしれない。じゃあ、はい、シミコのフードコートしよう。何出た今。シミコのフードコートしよう。あんの？すがき屋しかない。うん、すがき屋しかなかったです。やってるか、やってなかったら、まあじゃあアピタのフードコートです。いや、アピタのフードコートちょっと優れてるよ。でもイオンよりはしょぼくない。美味しいものもあるのか。てかでもアピタでフードコートなんて何回も食ってきたもんね。僕だったっけ。ダメか。じゃあだからもうイオンのフードコートの方が、だからフードコートだよ。だからイオンのフードコートって言ったら、あの5、6個しかないじゃん、お店。うん、で、1階に行ったらちょっといいお店あるけど。でも東海オンエアのという動物園になるよ。んの食事風景になるんだよ、フードコートに行ったら。その罰ゲームもあるよね。うん、だから負けたくないっていうのはあるよね。それやばいよ、マジで。だから俺今嫌だって言って思いながら行ったやん。違うとこで、ええやん。イオンの1階はフードコートじゃないよ。やつとして3階だよ、もちろん。ちょっと僕変えていいですか。いいよ。ジンギスカン。おお、あそこね。あ、あいいじゃないですか。え、じゃあ俺大岩店しようかな。うわ、何それ。違う、俺の地元帰るやん。なんとなくね、あそこならカメラ回させてもらえるしね。久しぶりにね。うぜえな、それは。過去に1回しか行ったことないじゃん。あんだけ大岩店終えてってさ、愛知県見るけど、俺1回しか行ったことないのよ。確かに大岩店ってどこってまだ分かってない人もいるぐらいだもん。いや、でもなんか分かんないけど、声の気がやったら動画で、お岩店ね、お岩店なんで、お岩店みたいな。
なんかやたら言うじゃん。だから今日お祝い予定にします。なるほど。まあ確かにね、いずれ行かなきゃいけないですからね、予定は。全然予定僕は行きたくないです。そう、全然行きたくない。そうそうそう、みんなね、僕たちはね、大学生の時にみんなふざけててお祝い予定行ってるんですよ。もういいんですよ、お祝い予定は。通ってきたから嫌いだからね。サム天使さんは一緒です。面白いし。そう、天使さんはいい人、そしてすごく優しい。行ったことない人は一回行くべき。そう、でも行ってるから。行ってる、知ってるし。うん、じゃあラーメンいいよね。めっちゃマジで普通におすすめのとこあるのよ、マジで、うん、マジでおすすめのとこ、うん、1回しか行けてないんだけど、うん、マジでうまくてめっちゃ行きたいなって思って数年経ったんだけど、うん、いや、あんまふざけすぎるんだよ、ほんとに。確かにふざけすぎる顔してるもん、ね、いや、じゃあほんとにマジでおすすめだよ。超えるなよ。極刑っていう名前なんだけど、極みの鳥っていう、ちょっと待って、うんうん、やばいっていうところ。マジでうまいの。そうなの、うん、大丈夫、筋肉マスターするよ、そうしてたら。ダメダメダメ、ね、これね、問題のとこは味じゃないんだよ。うん、そう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 、味は絶対美味しい場所なんだよ。え、あれ知ってる、どこにある。え、待てよ、場所それお前筋肉マスターこれ。いや、マジで美味しいんだって。館長だよ筋肉マスター見たいよ、館長。確かに館長の強いもんな。死んじゃう死んじゃう。筋肉マスターも足かっぴらいてるからダメ足こんなんなってる、バキーンって。え、ねえねえ、場所どこにあるの。京都言えないよ、待って。こいつのさ、でもさ、間に合わない、さすがに。さすがに厳しいから、まあまあ、うん、何時に終わるか調べてよ。ちなみに新幹線の方が京都は30分で着きます。そう。おお。行くならマジで車でこのまま3時間、うん、ダメだよ。トヨタ東インターに乗ってうーんって京都で。ダメだって、草津まで180分って毎回出てる。180分じゃん、表記法則の。そうだよ。ブーン、草津180分、また180分だってなるでしょ、毎回。なるよ。いつになって180分かしらになるのかなっていう。閉店が10時です。早いぞ、まあまあ。もう出なかんやん。もう出なかんのや。2時間11分つきますね。バカ。つかんわ。いや、来い来いてる来いてる。絶対渋滞してるから。つかんわ。本当にすごいこと言ってんね。今すぐ出たら、8時半に着く。まあ、1時間半行くよ。間に合う。急いでじゃんけんしよう。大岩手と京都なんてやばいだろ。でも1本今から撮影があるんだよ。1時間半余裕あるから。1時間半の間にここを出れば大丈夫。いや、もし普通に撮影して普通に、あ、もう間に合わねえやってなったら、その時はじゃんけんそれはしょうがない。その時は。じゃあ普通に撮影が優先ということで、撮影終わっていけるんだったら行ってほしい。なんか当たり少なくなったな確かに前半に当たりを入れすぎたな俺普通でよかったんじゃないですか重すぎるもん。重すぎるよ。ラーメンいいな、帰れます。いや大丈夫、5人中1人でしょ。大岩手はまだこれを聞いた後の大岩手なんてまだ可愛くない。可愛い。もはや当たりかもしれない。本当にちょっと殴られそうだから勝ちたくないな。入院してるからさ、今外に出れないから思い切って行っちゃったんだ今。いや今自分が京都行けると思ったらめっちゃ嬉しいもん。なんでだよ。確かに。いや一緒に行こうよ、ドライブの。いいじゃん。行けないから辛いでしょ。手を出しなさい。清水さん行きたいな、だったら。あ、ねえ、やりやがった。はい、このしましまの赤と白のやつだけ買っちゃいけないと。あとはまあ何でもいいですね。これだ、こいつだけね。はい、行くよ。せーの、最初はグージャケっぽい。おー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 、耐えたな。危なー。お前らがチョキ出せば勝ちだったせーの、さい、あ、待って、あいこでしょ。おーっしゃー、素晴らしい。そうでもねえけど、ありがとうございます。今日も一日ありがとうございます。今日お前の肛門が危ねえ。あの個人チャンネルが肛門ビビニチャンネル並んでるんですよ。笑かったってば。でもこのね、提案してるだけでも割と犯罪に重罪覚えてるから犯罪のことしかない。この子がなんだっけ、まあ、ジンギスカン、すき焼きですね。もうどっちでもいい。はい、どうぞ、ご自由にどうぞ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、はい、オッケー。じゃあみんなね、豊橋のすき焼き屋に行きましょう。あ、ちょっと遠い。うざ。ここで言うパターンだった。見ても映してほしかったよ、俺の顔完全に。ちょっと待ってよ。今のそうだ。顔になっちゃったもん。やったなってた、なってた。1時間かかります。ねえ、うざいな。京都と変わらんやん。大型でいいやん、もう。あんま変わらんやん、京都と。新幹線でしょ。なんで。まあ行くか。まあ行きましょう。